ジーのマリヌッツィは、イタリア出身の作曲家、指揮者、パレルモの出身。地元の音楽院で、グリエルモ・ズエッリに作曲を指示。1900年に、ウンベルト一世のためのレクイエムを作曲して、評判を取った。1901年には、地元パレルモのマッシモ劇場で、ジュゼッペ・ベルディのリゴレットの公演で指揮者デビューを飾った。1909年には、リヒルト・バーグナーの トリスタント・イゾルで、1914年にはパルジファルをマッシモ劇場で最初に上演し、バーグナー作品の擁護者としての名声を得た。また一方で、ガエター・アノド・ニゼッティのルクレツやボルジアやヴィンチェンツ・オベッリーニの異国の女など、20世紀では演奏されなくなっていた演目の復活上演をこなした。1917年にはモンテ・カルロの歌劇場に客演し、 ジャコモプッチーニのツバメの初演を指揮している。1919年から1921年までシカゴオペラ協会、1928年から1934年までローマ歌劇場の音楽監督を務め、コベントガーデン王立歌劇場にも登場した。1934年からミラノのスカラザでも指揮をするようになり、1944年にスカラザ総監督となった。 作曲家としては、バルベリーナ、ジャクリー、パラデモッチの3作のオペラを手掛けている。ミラノにて死去。oxfordindex.oup.com。ありがとうございます。